はい、見ていただいてありがとうございました。ソーのゲームに巻き込まれた人ということだったんですけれども、まあソーという映画はですね、もうとにかくもグロテスクな殺され方のシチュエーションをもう何パターンも、見せるような映画なんですけれども、で今回はですね、僕は勝手に考えた、シチュエーションをやらせていただいたわけなんですけれども、今回のはね、どういうあれはシチュエーションだったんでしょうかね。まあ、大体その映画だとなんかミッションを与えられて、それクリアできないと、もう殺されてしまうみたいな感じなんですけど、今回は多分刃こうやってぐるぐる回ってたんで、多分制限時間内に、まあ、後ろに時計があったんでね、多分ミッションにクリアできないと刃がどんどん首元に近づいてってプシャーっていかれるみたいな、そういうゲームだったと思うんですけれども、ちなみにですね、今回使った小道具は、こちらになっております。はい、出ました、プラレールですね。はい、このプラレールに、こちら、はい、刃をこうくっつけて、それを首の周りでぐるぐる回すといったね感じだったんですけれども、はい、ちなみに時計はこれですね。はい、これ多分温度計と湿度が測れるやつですね。これをこうやって後ろにやって撮影いたしました。ちなみにですね、今回の撮影風景はこんな感じになっております。 No! 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 ちなみに今回プラレールモノマネは第3弾だったんですけれども、はい、毎回あのプラレールをこうやって何台か並べるときに均等なね距離を保ったまま走らせるのに一苦労するというね、もうこれプラレールモノマネあるあるなんですけども、はい、でもですね、今回もなんとか、うまいこと撮影できたので良かったです。はい、というわけでですね、これからも、いろんなモノマネ動画上げていくんで、よかったらまた皆さん見てください。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。